はい、今日はボンドプラスに来てます。ボンドプラスなんと多分ボンドグループ初入庫じゃないかなと思うスープラがなんと入庫してます。初入庫じゃなかったらすいません。はい、ちょっと僕は少なくともボンドグループ入庫してるの初めて見ました。はい、ちょっと見てみたいと思います。そしてですね、ボンドグループ結構輸入車専門でやらせていただいてるんで、正直国産入庫は少ないんですけれども、もちろんご入庫いただければ作業も可能です。いろんな作業できますんで、ぜひお気軽に。はい、どうしても輸入車の方がノウハウだったりだとか、経験値が多いんで、得意とはしてるんですけど、もちろんできますんで、はい、でちょっと見ていきたいと思います。でごめんなさい、全く知識がないんでグレードとかちょっと分かんないですけど、なんか Z4 と兄弟車なんですよね、スープラ。はい、なんかちょっと Z4 な感じがもう全く残ってなく、はい、でホイールもなんか BM 感が全然ない、ちょっとどっちかというとなんかレクサスに近いんじゃないかなっていうデザインとフィニッシュのなんかホイールがついてます。はい、そしてこのボリューム感すごいです。これかなり多分本当にボンドグループみたいにこうアメリカとかヨーロッパのこのカスタマイズのテイストを入れたらめちゃくちゃかっこいい車仕上がると思うんですよね。で実際あのエッセンだったりだとかセマショーでもかなりかっこいい車たくさんいたんで、僕としてはご入庫たくさんしていただきたい車種になります。はい、で後ろも見ていくとなんか GR ってあのトヨタのちょっとレーシングブランドの多分がモデルなのかな、ちょっとレーシーな後ろになってますね。なんだっけこれ、何ライト、レインライト、フォグ、バックフォグ、なんかすごくかっこいい感じの、はい、なんかちょっとスーパーカーチックな下回りになってます。で今回こちらのお車ボンドプラスで、レーダー探知機の取り付けで、あとはドライブレコーダーの取り付け、あと ETC の取り付けなんかをさせていただいてます。ちょっとその辺も見てみたいと思います。ちょっと今回オーナー様の許可いただいてるんで、ちょっと中も、はい、ちょっとカバーついたままですけど、ボンドプラス店長関口店長にちょっと教えてもらいたいと思います。出る感じ？いや出なくていいです、はい、これモデルは？モデルはユピテルの、はい、ユピテルの、スーパーキャットっていう指定店の専用モデルの Z830BR っていう一番最上級のモデル。専門店じゃないと売ってないやつ？ないです。量販店で売ってないやつ？売ってないです。で一番上の最新のやつがついてます。で最近だとやっぱりもちろんそのオービスとかにプラスして移動式のもあるんで、まあ、その辺なんかデータも確か入ってるんだよね、はい、場所のデータとかも。なんでまあ安全運転に、サポートできる、安全運転がサポートできる、はい、データ探知機になってますんで非常におすすめです。で今回はオーナー様のご要望でこのダッシュに直接取り付けさせていただいたんですけれども、ボンドプラスでは例えばダッシュボード何も貼りたくない、ちょっとダメージ残るの心配だっていう方にはダメージ残らないような取り付けも可能です。例えばフロントのガラスに専用のステーを出して取り付けなんかも可能なんで、視認性だったりだとか、その辺も含まれていろいろご相談いただければどんな取り付けも可能でございます。はい、はい、もちろん。であとはドライブレコーダーを、ドライブレコーダーが前後ついてます、はい、ドライブレコーダーが前後ついてるみたいです。ちょうど運転席から見えないように、ルームミラーの影助手席側についてます。で後ろはこんな感じで、こちらもオーナー様のご要望で、リアガラスには取り付けしないでつけてほしいということで、ちょっとここからステーを出してるのかな、これステーを出して取り付けしてます。なんでこんなこともできます。でまあガラスにつけたい場合はここを通線する感じになるんですよね。そういった取り付けもできますんで、はい、もうどんな車種でも取り付けできますんで、ぜひご相談くださいませ。はい、スープラかっこいいね。かっこいい。これを OBD でつなげてるの、 OBD 専用カメラ。スープラデータ出てないから。あ、そうなんだ、出た。うちがこぞってやった。あ、そうなんだOBD って言って足元にある診断コネクターに挿して、まあ、車のデータも一緒に取れるタイプのレーダーみたいなんですけど、データが本来スープラないんですけど、ボンドプラスなんとつけちゃってちゃんと動いてるみたいです。はい、そんなちょっと未知の部分も、はい、いろいろご相談していただければトライしますんで、はい、あと ETC2.0、まあ、普通の ETC よりかもちょっとこういろんな多機能になってる 2.0 が、多分 BMW だとミラーと ETC 一体で標準だと思うんですけど、スープラついてないみたいなんで ETC 2.0 を取り付けさせていただきました。で ETC のセットアップも両方 2.0 も標準のも両方ボンドプラスセットアップできますんで、まあ、ETC の取り付けだけでもお気軽にご相談ください。はい、ETC も各メーカー取り扱ってるしね、はい、何でもご相談いただければ。はい、であとはこんな感じでしょうか。はい、そしてボンドプラス本当にいろんな車作業ができます。で特にこの辺
国産車ではあるんですけれども、中身 BMW なので、まあ、いい加減なところで電源取ってしまったりすると、まあ、バッテリー上がりだったりとか、あとは警告灯の点灯だったりだとか、そういったこともあるんですけれども、その辺欧州車に関しては非常にいろんなノウハウ、経験値ありますんで、ぜひご相談ください。ちょっと今回特別に乗ってみたいと思います。はい、よいしょ。わあ、ちょっとこの適度な狭さがいい感じです。はい、内装もなんか本当に最新のちょっと BMW の雰囲気も残しつつ、なんかしっかりトヨタになっててすごくかっこいい感じです。すごいハンドルかっこいいね、これ。で、これバラした感じはもう全部 BMW やっぱり。あー、なるほど、もう取り付けは余裕いろいろ経験値があるんで、まあ初めての車ですけど大丈夫みたいです。はい、でペダルなんかかなりかっこいいですね。ステント、ゴムかな、プラスチックかな。あ、でやっぱりこのボンネットのレバーは2回引きで、もう本当に BMW まんまなんですね。ただメーターなんかはちょっとあんまり BMW っぽくない感じ。はい、すごいかっこいい車です。すごいねこれ、本当にちょっとこの辺とか BMW 感じるね。これスイッチ類とか、いやすごいいいな、いいね。であとはですね、ボンドプラス在庫でもいろいろしてますんで、店頭で選んでいただくこともできますし、まあ、ドライブレコーダーも例えばフロントだけのもの、フロントリアのセットのもの、あとは駐車監視、駐車中にも録画できるものなんかもあります。この辺が多分駐車中監視ついてるモデルじゃないかなと思います。はい、で駐車監視だと特にエンジンかかってない時に電源消費するんで、本当にノウハウがないと、まあ、バッテリーが上がってしまったりだとか、そういうことにもつながりますんで、その辺ボンドプラスは安心してお任せいただけると思います。はい、だと他にも人気のプラグシリーズ、まあ、診断コネクタに挿すだけで車のコーディングができる、こんなのも在庫してますんで、お気軽にお声掛けください。